皆さんにアピールしてくれていますね。タネは推定年齢23歳メスのベルーガなんですね。でタネはですね、性格的にはちょっとですね気まぐれ屋さんです。気分が乗っている時には素晴らしいパフォーマンスを見せてくれますけれども、気が乗らないと勝手にトレーナーから離れてしまう時もあるわけなんですけれども、今日は頑張ってトレーニングしてくれていますね。タネです。どうぞよろしくお願いします。そしてですね、タネは名古屋公衆とかで子供を産んでいます。その子供がですね、皆様から見て真ん中にいるベルーガですね、はい、7体です。ジョーズに並びを振って挨拶してくれていますね。7は現在11歳になります。ついです、先月の
離れてますけども、ベルガたち首を振るのはとても得意なんですけども、我々人間も簡単に首は動きます、大したことには思われませんけどもね、イルカたちの仲間では実はご覧のように首を動かすことができる種類というのが限られているわけで、非常に珍しいんですね、なんでですね、珍しいかというとですね、まあ、そういうふうに少ないわけなんですけども、ベルガたちですね、まあ、普通のイルカたちというのはですね、速く泳ぐために実は首が腕ないようになっているわけなんですね、骨がつながっていてなかなか動かすことはできないわけなんですが、ベルガたち早く泳ぐのは苦手ですけども、ご覧のように首を動かすことができるおかげで、流氷の間でもスイスイとですね、すり抜けて泳ぐ、つまり小回りを利かした泳ぎ方はとても得意なわけなんですね、まあ、生活分ね、環境に合わせた、結果ですね、ご覧のようにですね、首を動かすことができるようになってきたわけなんですね、はい、首の動きを見てもらいました。次はですね、この唇のように見える部分は実はとても柔らかいです。プルプルしているんですね。はい。まあ、柔らかいんですけども、脂肪ではありません。筋肉でできています。まあ、筋肉でできているので、動かすことができるんですね。動かして、口をすぼめ、じゃあ何ができるかというと、早速2個がやって書いていますけれども、一度勢いよく吹き飛ばすことができるわけなんですね。皆さん、水しぶきに注意してくださいね。水で固めただけの
ましたか？あ、見えました。やべ、うちは柔らかいですよ。そんなに柔らかい。歯は痛いんですか？歯はですね、多分カメラが本気で噛みつけば痛いです。ただ肉食動物の、まあ、これも魚食なんですけど、いわゆる犬とか猫みたいな、ああいう自分だったような歯ではないんです。もともと魚をこう捕まえるだけの歯、ちなみにね、ここはあんまり好きじゃないんだけどね。たまにこうやって遊びに来てくれますね。よし、タニャ。よし、よし、よし。タナノ。わー。はい、行ったぞ、お前。よし。いや、おい。やー。やー、わー。大丈夫ですか？やめてね。やめてね。